こんにちは、波動チャンネルの桑名正則です。このチャンネル初めてご覧いただく皆様、どうぞよろしくお願いいたします。そしていつも波動チャンネルをご覧いただいている皆様、いつもありがとうございます。今日の波動チャンネルはですね、モチベーション革命という、やるべきことを続けるためのために必要なこと、やるべきことを続けるために必要なことという、そんなお話をお伝えをしていきます。何かやるべきことがあるんだけれども、モチベーションが下がっちゃってできないとか、やるべきことがなかなか手がつけられないとかっていうご質問って多いんですよね。で、先日弊社で主催しているビジネスアカデミーで座談会を開催したんですけれども、その中でもモチベーションに関するご質問って結構多かったんですよね。で、モチベーションってすぐ下がってしまうもので、なかなか上がらないっていうのが多いですし、人生を変えようとしたりとか、ビジネスでもやるべきことをするって時に、やっぱモチベーションが下がるってもうあるあるなんですよね。そんな時にどうすればいいかというね、そんなお話をお伝えをしていきます。で、僕はこのチャンネルもほぼ毎日更新してますが、更新してますし、 LINE やメルマガ、あとTwitter とか、そういった発信をほぼ毎日やってるんですけれども、よく続けられますねって言われるんですよね。で、コツコツ続けるっていうことが、結構僕はできるタイプなんですけれども、ただ、モチベーションが下がってないかっていうと、めちゃくちゃ下がってる時もいっぱいあるんですよね。モチベーションが下がって本当やりたくないなって時もいっぱいあるんです。そんな時に僕がどうしてるか、どうやったら続けられるかっていうね、そんな観点でもお伝えをしていきますので、ぜひ参考にしていただければと思います。で、このチャンネルでは波動というものを使って願望を実現したり、幸せに豊かに生きたり、自分らしく生きたりといったコツをお伝えをしておりますので、よろしければチャンネル登録いただければと思います。で、今日はご覧の通り、車の中からお伝えしてるんですけれども、ちょっと向かうとこがありますので、そこに向かいながらですね、お話をできたらいいなと思います。なんか一緒にドライブしてるような感じで、楽しんでいただければと思います。はい。それでは進んでいきますね。で、モチベーションですよね。モチベーションに関する質問っていうのは本当多いんですよね。特に先ほどね、冒頭でお伝えしたようにビジネスアカデミーで、モチベーションに関するご質問多かったんですけれども、やっぱり自分で何かをするってなった時に、コツコツ続けていかないと成果が出ないっていうこともあるんですよね。ただ多くの人はこの毎日コツコツするっていうのがなかなかできないってことが多いので、それをモチベーションをどうやったらいいのかっていうお話をお伝えをしていきますが、まずは一つ目ですけれども、まずはね、モチベーション落ちてる時って、まあメンタルが落ちてたりとかすることが多いんですけれども、そういう時はね、実は体調が整ってないって時がめちゃくちゃ多いんですよ。体調が整ってない。なんか疲れが溜まっているとか、前日、ちょっと寝るのが遅かったとかね。体調が整ってない。あと、ちょっと暴飲暴食しすぎて、胃腸が疲れてるとか、寒い日が続いて、体側に負担がかかってるとか、そういったことが実はね、すごく多いんですよ。で、それでモチベーション下がってたらもったいないので、そういう時はですね、もう当たり前なんですけれど、まずは体調を整えるってことをしてください。体調。で、じゃあ体調ってどうやったら整うかっていうと、一番大事なのは睡眠です。一番大事なのは睡眠なんですよね。で、本当にやらないといけないのになかなかできないって時は、睡眠も浅くなってるんですよね。なかなか寝つきも悪くなってね。そういう時はね、思い切って一日休んでみて、で、寝つきが悪い時ってもう頭がずっとね、なんて言ったらいいのかな、もう思考をずっと使ってる状態の時ってなかなかすぐに、寝つけないですね。つまり交感神経と副交感神経ってお聞きになられたことあると思うんですけれども、交感神経が優位になっていると脳がずっと興奮状態になっているので、なかなか寝つきが悪くなっちゃうんですよね。だからそんな時にはあんまり物事考えない、一回休むってことが大事なんですけれども、それでも考えてしまう時はヘッドスパなんかですよね。頭皮マッサージするといいんですよ。ずっと考えてるとね、頭皮が硬くなってくるんですよね。だからなんか、頑固な人頭が硬いとか言うじゃないですか。あれ本当で、頭皮が硬くなってしまうんです。
で、この頭皮を柔らかくね、ほぐすことで、思考も柔らかくなっていったりするものでね。だから、なかなか寝つけないって時には、ちょっと一日休んで、頭皮マッサージをしたり、あと、体温めるとすごくね、体も心も緩むので、なので最近おすすめしてるのは酵素風呂。僕も定期的に週1回は酵素風呂行ってますけれども、酵素風呂行って、体を温めるっていうことをされるとですよね。で、疲れを取ったりするのには睡眠が一番大事ですけれども、それとともに、呼吸をゆっくりして体を温めて体をですね緩めるっていうことをするといいんですよ。で、まあ酵素風呂もヘッドマッサージも外行かないとできないので、家でできることで言ったら軽い運動をすることとお風呂にしっかりと入る。そういったもう当たり前ですけどね、当たり前のことをして体調を整えると実はモチベーションって戻ってきたりしますので、下がっちゃった時にはそういう体調を整えるってことをしてみてください。で、その二つ目、僕もよくやりますけれども、環境を変えるってことです。環境を変える。いつも同じ場所でやってるとですね、やっぱり、なんか心がだれてくるんですよね。だから、ちょっとカフェとか行ってできる。まあ、仕事をね、職場がある方はなかなか難しいですけれども、自分でなんかされている方なんかは、カフェに行ったりとか、自然の中行ったりとかして、環境を変えるっていうのが、実は、大事だったりしますよね。で、で、なかなか環境すぐには変えられない方は、机の、なんて見えている景色変えるだけでも変わってくるので、何もなければ観葉植物を置いてみるとか、机の配置、パソコンの置き方を変えてみるとか、あとパソコンの横にね、なんか好きな風景を置いてみるとか、ちょっとしたことでも環境って変わったり、なんていうのメンタル変わったりするので、自分を取り巻く環境を変える、まあ一番いいのは場所を変えるですけれども、それが難しい時には見える景色を変えるっていうことをぜひしてみてください。環境を変える。で、三つ目、何かっていうとですね、少しやってみるっていうね、ちょっとだけでいい、最初の数分、5分ぐらいでいいのでやってみるってことをするといいんですよね。で、僕たちの脳には作業興奮っていうのがあるって言われてて、なんか作業を始めると脳の中で側坐核っていう部分が刺激されて、ドーパミンっていうホルモンが分泌されるんですよね。で、ドーパミンが分泌されるとですね、作業興奮っていう状態に変わってくる。そうすると、最初の5分だけ我慢してやると、その作業興奮っていうのが出てきて、で、なんていうのかな、進むっていうね、作業が進むっていうこともあるんですね。このドーパミンね、僕たちはですね、これって脳のホルモンなんですけどね、脳の中で分泌される。僕たちはもう本当ホルモンの奴隷ですからね。先ほど、体調を整えるで、なんだっけ、寝つきが悪いって話がありましたけれども、実は朝日を浴びて朝散歩に行って朝日を浴びると、それから15時間経つと眠りを誘発するホルモンであるセロトニンが出るって言われてますね。メラトニンだ。ごめんなさい。セロトニンは幸せホルモン。メラトニンが出るって言われてるんです。それも眠気を誘発するっていうね。つまり僕たちはホルモンの奴隷なので、だからこのホルモンをどうやって出すかっていうことをちょっと勉強してもいいかもしれないですけれども、やる気に関するホルモンはドーパミンで、ドーパミンは先ほど言ったような作業興奮の状態を引き起こす。で、それには脳の側坐核を活性化すればいい。それには最初の数分でいいのでやってみるっていうね、それをぜひしてみられるといいかなと思います。で、まあそれらなかなか、まあそのホルモンには関係しないし、脳の仕組みとかでもないですけど、僕が結構やっていることを、あとはお伝えをしていきますね。4つ目になりますかね。4つ目、僕が結構やってるのはね、やらなかった時のことをイメージするんですよ。だいぶネガティブですけどね、これをやらなかったらどうなってしまうか、
っていうことをイメージすると嫌なんだけれどもやらざるを得なくなるんですよね。嫌なんだけれどもやらざく。だって、これを、例えば僕だったら毎日 YouTube を発信する。これを1日やらなか、1日ぐらいならまあいいかもしれないですけれども、1日やらなくて。で、もう1日やらなかったら、なんか視聴者の皆さんが、なんか心配するとか、僕のことを忘れていくとかね。そういったネガティブなことを僕は想像するようにして、こうやらなかったらどうなるかなと。で、そしたら、まあしないとしょうがないからやるんですよね。で、しないとしょうがないからやり始めると、先ほどの作業興奮っていうの状態になるので、それで、まあ、なんとか、その日一日できるみたいな、そんなことは僕は結構やってます。ネガティブなエネルギーだけれども、でも、やらないよりかはやった方がいいので、だから僕はそういうネガティブモチベーションっていうのを結構使います。これをやらなかったらどうなるだろう、先々。で、本当具体的にネガティブな方に考えるんですよ。で、ネガティブなことを考えるとそれが引き寄せられてしまうから怖いんですという人もいますけれども、でも結局やるからいいんですよ。結局やるからいいんですよ。そこで結局やらなかったらね、本当そうなってしまうかもしれないですけど、それはどうしても嫌なので、やらなかった時のネガティブなことをイメージするっていうことはやりますよね。はい、そんなことやります。あと、もう一つ僕は結構よくやる、こと、五つ目ですけれども、これは本当やります。何かっていうとですね、モチベーション上がらないこと前提で仕組みを作るってことをします。もうモチベーションは上がらないですよ。モチベーションは上がらない、こと。で、これ最初に言っとけばよかった。ですね、モチベーションって、上がらないもんなんです。で、なぜモチベーションが下がるかっていうと、僕たちの脳みそって、変化を嫌うんですよね。脳には安定化思考っていうメカニズムがあるんです。だから、僕たちの脳みそって、安定に保つことが最優先なんです。だから何か変わりそうになると、とどまらせようとするんです。現実が変わるとき、自分が変わろうとするときには、押しとどめようとするんですよね、元のままに。で、どうやるかっていうと、そのうちの一つがモチベーションを下げることです。つまり、モチベーションが下がった時っていうのは、脳がですね、このままいったら変わってしまうって思って危険信号を出してるからモチベーションを下げてるんですよね。つまり、モチベーションを下げてるってことは、それをやれば、変化するからって思うのはありですよね。これ最初言っとけばよかったですよね。で、それぐらい僕たちの脳は変化に対して抵抗してくるんですけれども、で、大事なのは、モチベーション、現実を変えるとか自分を変えるのは、モチベーション上がらないですよ。そのことはもう前提にして、仕組みを作ることが大事です。で、僕がよくやるのは二つで、一つは宣言するっていうことをします。周りの人に宣言、これをやります、毎日これを続けますって宣言してしまったら、やらざるを得ないので、人に宣言するっていうことはやります。でね、やらなかったらもう、あの人やれてないってちょっと恥ずかしいので。だから多くの人の目を、監視の目にするというかね。そうするとやらざるを得ないので、宣言するってことはやりますね。もう一つはですね、人を巻き込むってことします。いろんな人と一緒にやると、やらざるを得なくなるんですよね。だから毎日やって報告をしたりとか、今日もやりましたとか、そういうことしますよね。コロナが始まった頃に、セミナーができなくなったんですよね。で、僕は、八浮会というエネルギーワークの会、がっつり浄化とブロック外しのセミナーは、八浮会という会で、やってるんですけれども、その会の主催者が、まあ僕なんですけど、で、コロナが始まった時に、皆さんがコロナに感染しないように毎日祈りをしてたんですよね。毎日祈りをして、まあ祈願をしようと思ったんですよ。会の皆さんが、とか、まあ僕の個人的なクライアントの皆さんが、コロナから守れるようにね。で、ただの祈願だと、あれなので、毎晩、100日間毎晩水を浴びて、水行をして、それをしながら祈願をしようと思ってね。で、一人だとね、やっぱね、100日毎日って結構過酷なので、一人だとくじけちゃうんでしょうね。だから、周りの人を巻き込んでやりましたよね。
その会でもリーダー的な人たち何人かに言って、で、僕今日からこれやるから一緒にやらないっつって。で、やるって言った人とかは、で、一緒にグループを組んで、で、毎晩メッセンジャーで、今からやりますとやりましたっていうのを報告し合いましょうと。そうやって人を巻き込むとね、やっぱ続くんですよ。誰かがやりましたって来たら、ああ、そうだ、自分もやらないとな、嫌だけどみんなやってるからなと思ってやるんですよね。僕はそういうこと結構します。サラリーマン時代に難しい資格を取らないといけない状態になった時に、一人だと勉強できないので先輩巻き込んで、その資格に何年も落ち続けてる先輩がいたので、先輩にもうそろそろやばいですよ、つって、もう合格しとかないと、今後に響くと思いますよ、つって、一緒にやりましょうよ、つって、先輩と一緒にやって、で、先輩が勉強してたら僕もなんか焦ってくるから、僕も勉強しないといけないって思うじゃないですか。そうやって、人を巻き込む、人と一緒にするっていうことは結構僕はやってきましたね。こんなこと、宣言するとか、人を巻き込む、そうやってモチベーションが上がらないっていうのはもう前提にして、モチベーション頼みにしない、自分にプレッシャーを与える仕組みを作って続けるっていうことは結構やってきましたね。まあ、こんな5つのことを結構を僕は意識してやってるので、ぜひ、参考にね、していただくといいかなと思います。で、それともう一個だけプラスアルファがあるんですよね。プラスアルファ。そもそもなぜモチベーションが上がらないかっていうとですね、セルフイメージが低いっていうこともあったりするんですよね。セルフイメージって何かっていうと、自分で自分のことをどう思ってるか、自分で自分のことをどう思ってるかっていうのはセルフイメージですけど、もうなんかやろうとしても心の中でどうせっていう気持ちが出てきたりするんですよ。どうせ自分ってこうだしとか、今までも続かなかったしとか、これやって自分本当に変わんのかなみたいなね、そういう面倒くささとともに、過去に成功体験がねそれに関して、なかったらやっぱなかなか続かないです。今までずっとダイエット失敗してきた人が一度もダイエットできた成功したことがなければ、やっぱ信じきれないですよね。本当これやってできんのかねとかね、そういうものがあるんですよ。で、そこでめちゃくちゃ大事なのは、めちゃくちゃ大事というか、結構皆さん、成果が見えるとね、やる気出るんですよ。成果が出だすと、やる気ってね、上がってくるんですよね。だから、小さな成果を常にですね、確認するといいですよね。小さな成果。なんか。で、人は、例えばダイエットだったら5キロダイエットするっていうことでも、にすると5キロを達成しないと喜ばないですよ。でもそうじゃなくて、500グラムでも痩せてたりとか、ウエストがね、5ミリでも小さくなってたらすごいことなので、そういう成果を確認して喜ぶっていうね。これがめちゃくちゃ大事です。最初成果が見えないから、本当にこの先続けても大丈夫なのかねって思うんだけれども、小さな成果を確認するようにしてください。で、その小さな成果ってすごいことなんだっていうね、それは思っといていただいた方がいいです。その小さな成果を積み重ねることが大事だし、で、実は今は小さな成果ですけれども、変わり始めが一番大変なんです。で、変わり始めが一番大変で、最初ほど成果は小さいですよね。で、変わり始めると成果が大きくなってきますから、今は 500g なんだけれども、これを続けていくと、ほんとね、1センチとか変わっていくようになるんです。成果って最初が一番小さくて、どんどん出しやすくなるので、そんなことも知っておいていただいて、小さな成果を確認して、小さな成果を喜ぶ。これがすごく大事ですから、その成功体験ですよね。それをぜひ、意識していただくといいかなと思います。はい。今日のお話は、モチベーション革命ということで、モチベーションを上げるにはどうしたらいいかっていうね、そんなお話をお伝えをしていきました。一つ目は体調を整える。二つ目は環境を変える。三つ目は少しやってみる。作業興奮の話ですよね。で、四つ目は、やらなかった時のことをイメージする。これは僕はしょっちゅうやってることですけど。
で、5つ目は、モチベーション上がらないこと前提で仕組みを作る。これらをお伝えして。で、最後、セルフイメージが影響しているので、小さな変化を確認して喜ぶ。そんなことをお伝えをさせていただきましたので、ぜひ参考にしていただいて、やるべきことを続けて、ぜひ、大きな成果につ、つないでいただければいいなと思います。ぜひ参考にしてみてください。で、LINE とメルマガでは、ウィークで毎日メッセージをお送りしてます。願望実現のお話や、波動のお話や、メンタルのお話、様々なメッセージを LINE、メルマガでお伝えをしておりますので、よろしければ、LINE もしくはメルマガどちらでもいいのでご登録ください。登録先は概要欄に貼り付けておりますので、概要欄をチェックして、ご登録いただければと思います。そして、今日のこの話で、感じたこと、気づいたこと、ご自身の体験談などあれば、ぜひ、コメント欄にシェアいただければと思います。そして、今日のこの話が良かったなと思われる方は、チャンネル登録といいね、高評価ボタンを押していただければと思いますし、お友達で必要としている方がいれば、ぜひ、お友達にもシェアをしてあげてください。それでは、いつも波動チャンネルご覧いただき、どうもありがとうございます。で、ここからおまけのお話になりますが、今日はモチベーションのお話、やるべきことを続けるために必要なことというね、そんなお話ですけれども、補足をあと2つほどお伝えをしておきます。やっぱモチベーションは下がってしまうのはどうしようもないんだけれども、下がってしまった時にでも、なんていうのかな、最低限これだけはっていうのを決めとくっていうのもありですよね。毎日毎日やる気いっぱいではないし、こういう情報発信だったら毎日そんなにネタもなかったりしますけれども、最低限これだけはする。それだけで OK みたいなね。そのラインを決めておいてもいいかなと思います。なんか、やり始めって結構多くを望みすぎるんですよね。最初運動を継続しようと思って運動したことない人が、いきなり30分走っても無理ですから、そしたら最初はちょっとずつから始める必要はあるんだけれども、なんか一日にやるべきことを多く見積もりすぎると、やっぱ、続けるのってしんどくなるので、一日これが理想、これだけやるのが理想だけれども、どうしようもない時は最低限これだけはしようみたいなね。それを決めておくっていうのも一つかなと思いますので、あんまり自分を鼓舞しすぎないって大事ですよね。で、最低限のことが本当にできるようになったら、その最低限レベルっていうのは増えてきますので、無意識レベルでできることに変わっていけば、自分のキャパが増えていくので、最初そんなキャパは大きくないですから、そのキャパ、小さなキャパっていうのを続けていけば大きくなってきますから、そんな感じでちょっとずつ増やしていくために、モチベーション下がりきった時でもできる最低限のことを決めておくっていうのも一つかなっていうのをお話しした後に思ったので、補足しておきます。それともう一つ。なんか続けないといけないって時、根を詰めすぎるんですよね。根を詰めすぎる。で、今、行き先があって僕は車で撮ってるんですけれども、ちょっとだけ、着くのが早そうなので、今、立ち寄ってますけれども、今ね、東京の外苑前ってところね、イチョウ並木のところ来てるんですよね。で、僕は、本当は電車で行ってもいいんだけれども、車使ったりするのはなぜかっていうとですね、ドライブが好きなんですよ。車の運転が好きで、運転しながらいろんなことを考えたりとか、こういうイチョウ並木を、こういうって言うと皆さんもこの辺にしか見えないと思いますけれども、イチョウ並木とかね、自然を見ることですごく僕は心が、ゆったりしてくるんですよね。で、やっぱずっと緊張の糸をね、ずっと張ってるとどっかで切れちゃうので、だから適度な気分転換っていうのはめちゃくちゃ大事です。なので体調を整えるってことをお伝えしましたけれども、やっぱね、心も整えていた方がいいですよね。緊張状態続けると、張り詰めてるともう、切れちゃうので、どっかでね。真面目な人ほどそうなっちゃう。あれもやらないと、これもやらないと、みたいな、なっちゃうので、一日のうちで少しの時間でもいいから気分転換の時間を作るとか、少しの、一日で無理だったら、一週間のうちでも、ちょっとの時間、一時間、二時間でもいいから、自分の心が、緩まるようなことをする。で、そのための時間をちゃんと取る。っていうことがめちゃくちゃ大事なので、
そうそう、ちゃんとその時間を確保して、1時間、その時間、まあ、スケジュールの中で、自分を緩める時間ですよね。それの時間、ほんとね、自分でブロッキングしないと、そこに予定が入り込まないように自分でブロッキングしないと、その時間取れなかったりするので、心を緩める時間っていうのを取ってあげてください。で、そういう時間、心を緩める時間が必要なんだなって、すんなり受け入れられる人は緩める時間結構多いかもしれないですけどね。緩めてばっかりだとダメなんで、緩めてばっかりの人は締める。締めてばっかりの人は緩めるね。その、いい塩梅っていうのがあるので、ぜひ、なんか根詰めすぎの人は緩める時間っていうのも取ってあげてください。それがですね、実は、気分転換できると、よし、頑張ろうって、思えたりね、するようにもなるので、ぜひそういうことをしてください。僕は日々ね、忙しいし、毎日毎日、休みの日がないですよね。休みの日なくてよくやってますねって言われるんですけれども、でも、休みの日がないなりに、こういうちょっとした気分転換の時間を持ったりとか、あと、僕漫画が好きだったりもするので、漫画読む時間を少しでも取ったりとか、そういった気分転換はうまく活用してるんですよね。まあそういう時間がなくなって、できたら本当ストレスフルになってくるんですけれども、もうそういう時間があるので、ゆったりする時間をわざと取ってやるっていうことはやってますので、そういったこともぜひ参考にしていただければと思います。本日のおまけのお話も以上になります。ぜひ参考にしてください。いつも波動チャンネルご覧いただきどうもありがとうございます。それでは失礼します。いつもありがとうございます。